アリメンダン替え玉の替え玉ドドンということで、撮影しているのは番組第51回目の日です。浜崎奈々さんこと浜奈々さんが番組に来てくださいまして、めちゃめちゃ楽しくいっぱいトークしました。会員限定のおまけ放送ではね、浜奈々さんとのデートプランまで、しっかり立てさせていただきましたので、もしよかったらチェックしてみてください。ということで、この動画では最近のハッシュタグアリメンダンツイートを紹介させていただこうと思います。では早速見ていきましょう。ででん、まずはですね、こちらアルマさんのツイートですね。アルマさん、ありがとうございます。ありがとう、いい始まりですね、このツイート。ありがとう。こればかりはと諦めていたのです。何をだろう。今回の滞在中の締めの一杯、7軒目はすごい滞在中の締めの一杯7軒目ですって、すごいね。きっとどこかにね、こう滞在されている中で、あら、もう7軒目までラーメン屋さんを回られたということで、さすが最高ですね。三軒茶屋は麺どころ善さんにて善そばの唐揚げセットをいただいてきました。うわー、今どうですか、皆さんの画面にもツイート見えてますかね。めちゃくちゃ美味しそう。さゆかな、少し縮れた麺にするりと絡むスープを楽しんでいると、あっという間に器が空になる一杯でした。すごー、そんなことある。あるんですよ、ラーメン界にはあっという間にスープがなくなるという現象が起こります、この業界誰目線だって話ですけど、いやー、すごい美味しそう、このスープ。なにこれ。このね、真ん中にドドンとチャーシューが盛っておりまして、はー、いやー、これそうだね、麺は見えないけど縮れ麺なんですね。で、絡むスープって言ってるから、多分結構さらっとすぎることもなく、麺にちょうどよくね、絡んでくれるようなとろりとしたね、こう感じもあるんですかね。見てるとめちゃくちゃ美味しそう。こうね、胡椒がてんてんてんとねかかっておりまして、なんといってもですよ、こちら、あの、実は麺どころ善さんが、あの、私が南咲ちゃんと以前ロケで行かせていただきました、有塚さんというお店さんの系列店だそうでして、有塚さんの時も唐揚げが、あの、お店さんにあったんですよね。で、善さんでもこの唐揚げを提供していただいているということで、もうね、この皆さん、改めてラーメンと唐揚げの相性がね、ちょっとなんか自分で言うのも照れますけれども、あの、ラーメンと唐揚げの相性がいいんですよねいや、それもおかしいか日本語変化いや、なんかたまに私すごいあだ名みたいにラーメンさん、ラーメン、ラーメンって呼ばれることあるか、なんかすごいね、あの、そう、相性いいんですよ、どっちにしてもっていう話でございました。はい、では、そう、アルマさんね、ツイートありがとうございます。なんかこんな感じで、あの、アリメンダーの番組でツイートについて触れさせていただくの初めてなんですけれども、あの、改めてね、本当にハッシュタグの中にもうすごく素晴らしい、そのラーメンのレポートとお写真がたくさんあるということで、あの、これからちょっとね、こういう機会を見つけて、あの、ご紹介できたらいいななんて言って、ちょっと試しにこんなコーナーを始めてみました。ということで、続いていってみましょう。ウィオスさんのツイートをご紹介させていただきます。ウィオスさん、ありがとうございます。喜多方食堂3階で醤油ラーメン赤と半特上マグロ丼、うわー美味しそう。写真見えてるかな、みんな。この見ても、もうビジュアル、もう大爆発、すごいことになってる。朝7時からやってる、の濃口醤油のコクがあるスープに、プリもち平縮れ麺、うわープリッとモチッと平らな縮れ麺でしょ、どこ取ってもいいじゃん4つともいいんだから合わさったらいいよねプリもち平ら縮れ麺が美味しい。マグロ丼がめちゃうまくて、そうなんだ、特上なのでトロの部分も豊富。うわー、確かにこのさ、
なんかツヤツヤだもんで、ね、マグロが。うわー、お米に合いそう。え、ニンニク醤油で漬けになっているからラーメンにもよく合う。ずるいよ。しかもこれ最後の一行が衝撃的なんですけど、いい朝ごはんだった。朝ラーじゃん。こんな幸せな一日の始まり方あります？朝ラーでこのね、まあ醤油ラーメンなので、しっかりお味ありつつもこうさっぱりともいただけるようなこう一杯かなと思うんですが、そこにマグロ丼ですよ。いや、もう朝から120点叩き出してますね。素晴らしい一日の始まりだな。いいな。こちら喜多方食堂三階さんということで、ぜひぜひ皆さんもチェックしてみてください。私も超行きたい。これもう本当にね、このハッシュタグ見てると行きたいラーメン屋さんが増え続けてどうしようっていう感じです。続いてご紹介させてください。ごぼう店さん、ごぼう店さんのツイートです。ごぼう店さんありがとうございます。黒岩ラーメンさんの、こちら場所が本店鹿児島市にあるお店だそうです。本当にこのハッシュタグいろんな方がつぶやいてくださってるので、結構全国の美味しいお店がここに集結している感じがして、そう、今回は鹿児島県のラーメン屋さんをご紹介させていただきます。あっさり豚骨の鹿児島ラーメンということで、あら、もうこのね、お名前はシンプルなんですけれども、この見てください、ビジュアル。これもなんかすごくシンプルではあるんだけれども、パッと見こうテンプレートでもないというか、こうほんと個性的な、すごく美味しそうなラーメンですね。これなんか私これ何なんだろうなって気になってる、このなんか黒いちょんちょんちょんがいっぱい乗って、これは豚骨だから焼きネギか焦がしネギ。うわー美味しそう。ネギネギのコラボレーションじゃん、ネギとネギの。うわー、でもこのそう、多分焦がし系ってのはね、もうほんと間違いないと思うんですけど、ありますよね、このラーメンの中に入ってる焦がし系はね、また香りがね一段と良くなって、いやーたまんないんですよこれが。うわー美味しそう。これ絶対スープ飲み干しちゃう系と見た自分のそうなんかイメージですけど、これ多分私が食べたら飲み干しちゃう系なんだろうな。美味しそう。こぼてんさんありがとうございます。続きまして、これは何枠というんでしょうか特別枠というのかな。実は、コーリアリーさんのアリメンダーの番組のロケ映像の中でも時々どうレアキャラのようにこう登場していただいている、この私 の, 所属している事務所のマネージャーさん、弊社マネージャー後藤さんがですね、もうすごいんですよ。 1年で370杯ラーメンを食べたことがあるという伝説の持ち主でして、その後藤さんのラーメンツイートの中からご紹介させていただきます。後藤さんありがとうございます。田中そば店さんということで、こちら場所が大手町駅にあるそうですね。中華そばこってり、うわー美味しそう。このね、見ていただいたらわかると思うんですけれども、これどう思います？背脂系で合ってるかな、違うかな。でも何よりね、このメンマが結構個人的にはインパクトが強いですね。いい色してますよ。多分結構お味が染みてるメンマなんじゃないのかなっていうふうに思うんですが、あとこの豚肉ですよ。このね、中華そばといえばこうなんとなくテンプレートに思い浮かべるようなクラシカルなこのねビジュアルをしてますけれども、これがまたスープと合うんでしょうね。あー食べたいもうシンプルにお腹が空いちゃうコーナーですね。ということで、あすごい、マネージャーさんハッシュタグ連食って書いてるさすがだな、多分これ2杯目とかだなはい、ということでこんな感じでたくさんのラーメンツイートを紹介させていただきました。皆さん本当に日々素敵なツイートをつぶやいていただいてありがとうございます。引き続きですね、ハッシュタグありめんらんで LINE 活動の報告をお待ちしております。チャンネル登録とファンクラブのチェックもぜひぜひよろしくお願いします。それでは
団長の郡有沙でした。またね。